本日も多摩交通局をご視聴いただきありがとうございます。多摩都市モノレールの構想路線を勝手に具体化してみた羽村秋川延伸編後編、完成した延伸ルートを紹介してまいります。それでは本編どうぞ。まずは上北台からの延伸が決定している箱根ヶ崎よりスタート、八甲線をまたぎ羽村方面へ参ります。次は武蔵松原です。東急世田谷線の松原駅と区別するため武蔵を冠しました。東京環状国道16号線にほど近く、中小の工場や住宅が集中する地域であるため通勤通学客の利用が見込まれます。次は羽村動物公園です。駅より北西の方角に西多摩地域唯一の動物園羽村市動物公園があり、駅からは徒歩およそ5分、立川や八王子など多摩地区の大都市から動物園のすぐ近くまで1本で行けることは観光産業にも資することでしょう。また駅目の前には都立羽村高校が立地し、通学にも便利な駅です。次は新明台です。駅の立地する道路がちょうど地域の境目で、南が新明台、北が五の神という地区であるため駅名はかなり悩みました。最終的には新明台地区の方が面積が大きいという単純な理由でこちらは駅名としました。駅奥に空き地が見えますが、ここにはイオンタウンの建設が計画されています。将来的には買い物に便利な立地と言えるでしょう。次は羽村西です。 JR の羽村駅とは明らかに異なる場所にあるため別の駅としてカウントします。羽村駅西口からアクセスできるということで駅名は羽村西としました。羽村駅との位置関係はご覧の通りです。羽村駅と羽村西駅の関係性は近隣地域で事例を挙げるなら、南武線の稲田堤駅と京王稲田堤駅の関係性に近いと思われます。羽村西を過ぎると多摩川を渡りあきる野市方面へ参ります。羽村西から多摩川にかかります羽村大橋へ至る道路は未だ敷設されておりません。次は羽村関です。羽村大橋のたもとにあります。羽村を名乗っていますが、あきる野市内の駅です。駅北側に多摩川上水の起点として知られる羽村取水堰があります。駅から徒歩13分ほどです。若干遠いですが、知名度にあやかってこの駅名としました。羽村取水堰は桜の名所としても知られます。また、駅から徒歩11分ほどのところに羽村市郷土博物館もあり、観光名所には事欠きません。羽村関駅を過ぎると羽村草花丘陵を越えます。進行方向左手には大長山があり、隠れた絶景スポットとなっています。次は草花です。稲毛屋の目の前に設置したためお買い物には最適の立地です。丘陵の上にある草花台の住宅団地からもアクセスしやすいよう考慮しました。草花を過ぎると膝橋交差点を右折します。次は草花公園です。駅前には平井川を渡る小さな橋があり、向かいには市民球場や市民プールを兼ね備えた草花公園があります。駐車場がしっかり整備されているためモノレールができたらそれを利用して訪れる人がどれだけいるか定かではありませんが、とりわけ夏場などは混雑しそうな駅であります。次は瀬戸岡です。駅近くにある瀬戸岡古墳群は横穴式石室を持つ50基ほどの小規模な古墳の集まりで、7世紀に造立されたと推定されています。当駅はその最寄り駅となります。モノレールはこの先左折し秋川駅方面へ参ります。ルートとなっている道路は建設されておらず、具体的な計画も未だありません。次は日の出東です。北秋川や南瀬戸岡など無難な名前も検討しましたが、県用道日の出インターチェンジに近いことや、駅から徒歩13分ほどのところにイオンモール日の出が立地すること、日の出町内に鉄道駅が存在せず日の出町の名を冠する駅も存在しないことに鑑み、この名前としました。駅周辺は閑静な住宅街が広がっています。秋川駅前の目抜き通りの様子です。将来のモノレール建設に備え中央分離帯を備えたゆとりのある道路となっています。次は秋川です。
JR 五日市線秋川駅と一体化した駅を想定しており、 JR とモノレールを乗り継ぐことで市内の回遊性も向上します。モノレールは線路をまたぎ油台交差点を左折します。途中の道路は建設されておらず、具体的な計画もありません。画面左下から来たモノレールは油台交差点を左折して間もなく駅に差し掛かります。次は油台です。油台屋ではなく油台と読む地味に難読な駅名です。ここから3駅ほどはひたすら閑静な住宅街が続きます。次は雨間です。コピーを開けるのスーパーアルプス稲毛屋が駅周辺に集結し、スーパー激戦区となっております。日常の買い物には申し分ない立地といえます。次は延べです。 JR 五日市線の東秋留駅から最も近いと思われるモノレール駅となります。秋川ではなく当駅を乗り換えに利用すれば、ダイヤによってはいわゆるマイナス乗り換えも可能な立地ではないでしょうか。モノレールは延べを過ぎると間もなく秋川沿いへと下っていきます。なおモノレールのルートとなっている道路は未だ建設されていません。次は落合坂下です。秋川の河原に下るルートに沿っている道路が落合坂せせらぎ通りを名乗っているため、その坂下ということでこの名前にしました。ちなみに駅北側には堂々坂という坂があり、かつて急坂であった時代に馬を堂々と励まして登ったことからその名がついたと言われています。そういうわけで堂々坂下という駅名でもよかったのですが、落合坂下の方が見た目に収まりが良いという個人的な感想に基づき却下しました。畑の中の駅ですが、坂上の小川地区や川向こうの高槻町地区の住民の利用も想定しています。ここでモノレールは秋川を渡り八王子市に入ります。集落の縁を回り道路に沿いながら進みます。次は高槻滝山城址です。最初は単なる高槻という駅名を検討していましたが、滋賀県の北陸本線に全く同じ感じの高槻駅が存在するため、駅から比較的近い滝山城址を駅名にくっつけました。八王子市高槻町地区自体が横長なため、先ほどの落合坂下駅は高槻町の北側を担当、当駅は高槻町の南側を担当する形で駅としての役割を分担しています。ただご覧の通りの立地ですから、あまり利用客は見込めそうにありません。さらに駅名に入っている滝山城址ですが、当駅は滝山城址の裏側にあたりますゆえ、観光需要もいまいちといったところです。モノレールは滝山城址を左手に眺めながら丘陵を越えます。なお滝山城址とは中世の城郭跡です。自然の地形を生かしつつ堀や土塁が備えられた平山城であります。また数ある都立公園の一つ滝山公園としても整備され、現在では桜の名所としても知られています。次は丹木です。駅周辺は畑混じりの住宅街となっています。ちなみに滝山城址を観光したい場合は当駅が最寄り駅です。駅から徒歩2分ほどのところに滝山城址入り口があり、そこから遊歩道が伸びています。じゃあ先ほどの高槻滝山城址駅が完全な名称詐欺かといえばそうでもありません。高槻滝山城址駅の方からも滝山城址に行くことができます。そちらから登ると敵が襲来した際に橋板を取り外せるようになっている橋、引き橋の下をくぐることができますから、歴史好きの方には悪い話ではないでしょう。話を戻しまして、モノレールはこの先善太郎坂下交差点を左折します。次は創価大学です。駅前が大学ですから通学需要は非常に大きいと思われます。駅名は地名抜きにしてしまいました。この辺りも相変わらず丹木町であり、先ほどの丹木駅と被るからです。ただし駅の真下をくぐる歩行者用トンネルが六保トンネルという名前であることから察するに、おそらく町名地盤整理の過程でもともと存在した六保という地名が消されたのでしょう。大塚帝京大学と同様に六保創価大学という名前でも良いかもしれません。次は梅坪です。駅前の小道を入り進行方向左手を流れます矢路川を渡れば滝山城址への入り口があります。ただこちらの入り口は城跡までの距離がだいぶ長いので注意が必要です。
また川向かいには東京純心大学やその付属中高もありますから、通学需要も存在すると思われます。次は左乳橋です。ちょうど左乳橋交差点を右折したところにあります。ここは割と重要な駅で、同じく多摩都市モノレールの高層路線であります。宇津木、小宮を経由して甲州街道付近で既存の多摩都市モノレール線と合流する路線の分岐駅となります。こちらの高層路線も気が向いたら動画にして勝手に具体化してみたいと思います。左乳橋駅から進行方向八王子方面を見た図です。中央道八王子インターチェンジに差し掛かります。この図ではモノレールがインターチェンジの下をくぐるような形になっていますが、現実的にはインターチェンジをまたいでいく形をとるでしょう。インターチェンジを越えた場所から進行方向を眺めた図です。ここから日踊り山という山をモノレール専用トンネルでぶち抜きます。すでに日踊り山トンネルという道路は開通していますが、モノレールは新たにトンネルを掘削する必要があります。次は日踊り山です。日踊り山のトンネルを抜け、八王子郵便局の目の前に駅は位置します。所在地の地名に基づけば駅名は大和田となるはずですが、北海道の留萌本線に大和田駅があるので被ってしまいます。また日踊り山の上にあります小宮公園の最寄り駅であることから、小宮公園駅でもよかったのですが、八高線の小宮駅と駅名が紛らわしく、しかも割と離れたところにありますから、似たような場所だろうからどっちでもいいやと安心した不用心な利用者を浅い絶望の淵に突き落とすだけの威力があります。従いまして混同する恐れのない日踊り山としました。なお小宮公園は先ほど紹介した滝山公園と同様、都立公園の一つであり、湧き水の流れる木立の中の木道を歩けます。里山の環境を残した自然豊かな公園として知られています。話は戻り、モノレールは浅川を渡ります。次は元横山町です。いよいよ八王子の宿場町に近づいてきただけあり、住宅やビルが密集しています。八王子市芸術文化会館イチョウホールまでは徒歩9分ほどです。元横山町駅から八王子駅北口を眺めた図です。いよいよ大都会への入り口という感じの境ようであります。次は八王子北です。八王子オクトーレというよりは八王子東急スクエアの方が伝わりやすいでしょうか。その脇、駅北口の桑並木通りに駅はあります。駅周辺はヨドバシカメラや八王子オクトーレ、セレオ八王子、これは旧八王子そごうでありますが、このような大型商業施設が連立しており、まさに商業繁華の地であります。八王子は百貨店がない町などと揶揄され、確かにそれは事実でありますが、まだまだ衰退したとは言わせない活気に満ちた町であることは確かでありましょう。モノレールは八王子駅の駅ビルを避け、立川型を迂回して南口へ回ります。おそらくこのルートが建物の犠牲を最小限に抑えるルートであると思われます。次は八王子南終点です。八王子駅南口、栃の木通りの付け根に駅を設けました。このように八王子駅も立川駅に倣い、北と南にそれぞれ駅を設けましたが、八王子北という駅名は少々納得がいきません。八高線の北八王子駅と紛らわしいからです。もし良い案がありましたらコメント欄へどうぞ。以上が多摩都市モノレール羽村秋川延伸ルートの専用となります。八王子南駅の立地する八王子駅南口が多摩都市モノレールの次期整備路線であります。多摩センターから分岐して八王子に至る路線、通称八王子ルートの終着となる地点であり、連絡することを想定しています。この路線と接続させることで、多摩都市モノレールは立川市、東大和市、武蔵村山市、瑞穂町、羽村市、あきる野市、八王子市、多摩市、日野市にまたがる巨大な環状路線を形成することとなり、まさに多摩の山手線にふさわしい路線となるでしょう。しかし、この高層ルートを完成させるには幾多の課題があります。新たな都市計画の立案、道路軌道用地確保のための立ち退き、採算性などです。特に羽村秋川延伸ルートは
2000年に旧運輸省の運輸政策審議会が表明した意見書、運輸政策審議会答申第18号の中で、東京圏において2015年までに整備すべき鉄道路線として認められませんでした。その後、国土交通省の交通政策審議会が2016年に表明した意見書、交通政策審議会答申第198号においても相変わらずでした。この延伸ルートは未だ構想路線のままです。つまり、このルートの優先順位は東京圏の鉄道の中で最低ランクということです。仮に実現されるとしても一体いつになるのやら。それでも他の構想路線に比べればまだ望みはあります。2021年現在、上北台から箱根ヶ崎間の延伸計画がいよいよ事業化され始動していますが、これにより沿線自治体では羽村秋川方面への延伸の機運が高まりつつあるのです。羽村市は2020年、瑞穂町、あきる野市、羽村市を訪問し、三市一町での連携を求め協議が開始されました。あきる野市では市民団体モノレールを呼ぼうあきる野の会が設立されました。様々な延伸計画がある多摩都市モノレール、多摩地区の南北の交通事情を考える上で重要な路線であり、今後の展開が期待されます。なお、今回具体化した延伸ルートは空想鉄道さんのサイトで登録者欄に多摩交通局と入れて検索していただければいつでも確認できます。お暇のある時にどうぞご覧ください。また好評であれば八王子ルートやその他の構想路線に関しても勝手に具体化シリーズを引き続き投稿していきたいと考えております。長々とした動画になりましたが、ご視聴ありがとうございました。高評価、低評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。